はい、こんにちは。はい、こんにちは。ユダのね、ユダモン戦役で、たまたま会った、若い男の子たち、はい、ゲストで、はい、迎えております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、自分の中で、今、ハマってるもん。ハマってること。はい。を、毎日からピックアップするので、それは、なんかありますか？OK です。動画の再生アプリみたいな、なんか TikTok っていうのにハマってて。TikTok？ はい。あるね。どんなの？まあ自分でその動画撮影して、その動画投稿サイトに、うん、サイトっていうか、にアプリに投稿したら、うん、みんなが見てくれてみたいな。うん、で、よかったらいいねがあってみたいな。あー。いいね、コメントがあって、でそれやるんですけど。再生回数を伸びて、Twitter とか始める。で拡散してもらって有名になると。何かありますか？俺ですか？イケメンとかで。俺か、ハマってることっていうか、ほとんど病気なんですけど、なんか病気のピアスを鼻の隅に開ける。あ、確かに。なんかすごいな。何いっぱいついてますね。病気なんすよ。病気なの？頭おかしい。はい。それだけなんですよ。ピアスってもうなんか抜いたらやっぱ痛いんですよ。めちゃめちゃ痛い。めちゃ痛い。ここが特に海が出る。海が出る。すごい。いやこんなことある。あ、そっか。あ、左耳についてるのか。そこ以外にも。ここも開いてますけど。わあ。それ専門のなんかそういう人がおるのか。ピアスはもう安全ピン。普通に安全ピンで刺して授業中に入れてます。授業中にやってます。いや多分家でやったら怖いんですよ。一人でもなんか授業中するかにキュッとやっとったら痛みも消えて。すげー怖っ。ずっとやってますから。そうな。一人でブルブル一人でずっとやってます。すごい。大学生？いや高校生。あ、高校生？そんなもん見えたね。あとはちょうど級。はい。いいですね。若いね。あれはそっちのおじさん二人は。二人。なんか最近ハマってること。何やろ。結構温泉とかね。温泉ハマってたっけ？いやまあ。でまあ、自分の近くにはの木漏れ日の里があって、あそこはまあいやまあ600円もするけど、まあなんていうかな、結構交流の場で地元やからみんなが集まってくるから。そこでいろんな話、昔話とかして、すごい、もうおじいちゃんやん。おじいちゃんやん。おじいちゃんやん。もう、わけだ。で、まあ、まあ、反対の湯も行くし、まあ、あれは人工泉ですね。うん。で、今日は足湯に来たんですね。足湯に来た。暑すぎて。すごいです。え、勝ったの湯って上ですか？上。勝ったの湯と、道潮とかね。あ、上だよ。感じないです。ここは、どうなの？あ、おお。野田って野田ユースか。野田のサッカーめっちゃ強い。そう。出るのか。あ、そうなんや。で、まあ話それましたけど。それましたけど。なんやろな。食べ歩き。食べ歩き。女子みたいなやつや。もうカフェ巡ったり。ああ、女子。そうですね。カフェ巡り。仕事の合間に、それがそのまま撮影してるっていう。そうそうそう。食べログの方は何もです。はかり知れんほど。あの、県内の飲食店で調べてもらったら、大体出てきますね。県内の飲食店、全生活しようって。そうですね。もう、本当にね。我々の動画が出てきますんで、ぜひチェックしてください。チェーン店が A っていうのに、なんかすごいマニアックなとこ行け。ご飯もよくわからなくて。それがいいんか。それがいいんか。帰ってこう、誰も知らんようなとこ。ああ、そうかそうか。潰れそうなラーメン屋とか。そうか。そこ特有の味とかあります？あるある。うん。美味しかったり、美味しかったり。ああ、確かに。あ、これレトロやったなっていうのがすごい分かる。ある程度。覚えてます。道場門前の近く。江戸金ってとこなんですけど。江戸金屋知らない。江戸金。めっちゃ臭いんですよ。その学校行くときいつも。通るだけで鼻つぶれる。
ちゃめちゃ臭いけど、めっちゃうまいんですよ。チャーシューが美味しい。チャーシューってやっぱすごい臭みの匂いが出る。店のその匂いがすごい。なので美味しい。どういうこと？どういうこと？調和になっちゃった。ああ、いいね。ドッキンっていうラーメン屋さんかな？怖いね。怖いっすね。全然金出す。じゃあ山口のおすすめスポット。急に変わったな。いや自分はなんかハマってるない。ハマってるの？ハマってること、ないね。ハマってること、まあとりあえずあの整理戦闘かね。あの車やってねえやろそれ。あの車が汚いんで。汚い。車が汚いんで整理戦闘。そうっすね。まあ、あとは、まあ、そうですね。まあ、プロ歴史なんですが、プロレな触れないでくださいと。そうそうそう。加害者。なるほど。山口のおすすめスポット？そうですね。だから、まあ、飲食店に限らず、ハマってるスポット。ハマってるから、そこはね。まあ、あの、デートスポットでもいいでしょうし。なんかありますか？ウイラニってなんか知ってますか？ああ、知ってる。ウイラニ。ウイラニ。なんかウイラニあるある。ウイラニ。あの豊富に。ハワイ、おしゃれです。ハワイ料理かな。うん、あ、そうなんだ。ウイラニって前行かんかったっけ？あのバスが止まってるとこ。え？あれ違ったっけ？あ、わからん。結構行ったから。違います。あそこじゃないと思う。ああ、違う。あの銀のバスだよ、銀色の。あの銀のバスのとこじゃない。あそこじゃない。おお。昨日はあの、こんなインドライバーズ。すごい。どこらへんですか。駅前、ルルサスの向かいにある。ああ、そう。一応彼はあのバンドマンだったんですよ。メタル系の。メタル系。ステストマス。自分が。そうそう。たまに車の中もそれだけ俺もう耳壊れてで、それがイヤホンするようになってからあ、そうなの。それでめっちゃうるさいですからね。めっちゃうるさい。ええよっていうのになんか俺イヤホンするけど、はい。いやー、今何分ぐらい？今、ちょうど7分ぐらい。じゃあ最後まとめで、まとめで誰かまとめたい人を。まとめたい人って何？まとめとして何か喋りたいことありますか？まあ山口ぜひいいところなんで。お、素晴らしい。回ってください。もうおじさん2人が先越されちゃってるやんけ。いろんな市に特有のいい場所があるので。おお、名言出た。素晴らしい。行きましょう。皆さん行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。